記憶。どうも皆さん、マルコです。人は何かを思い出すとき、記憶の誤りがあることがありませんか？なぜ記憶に誤りが起きるのか解説します。まず記憶をカードだと例えます。自分が体験したことは脳の中でカードに書きます。書き終わったら脳の記憶を司る海馬くんに渡します。記憶には短期記憶、ゴミ箱だと思ってください。長期記憶、棚だと思ってください。海馬くんがどちらに入れるか選びます。短期記憶はその場でしか使わない記憶なので、用が済んだらすぐにカードは捨てられます。長期記憶はこれからも必要な記憶だと認識されて、カードは棚に保存されます。今度は記憶を思い出すとき、脳内では、棚から該当するカードを取り出して、そのカードを一回読んだら、捨てられてしまうのです。そして違う新しいカードに書き写すのです。書き写した時に誤りがあると、誤りのままカードが保存されてしまいます。こうやって人は思い出すたびに記憶の形が変わってしまうわけです。あともう一つ、記憶の誤りが起こる理由として、会話の中で相手の言ったこともカードに追加されて書いてしまうこともあります。相手の言ったことが間違ったとしても、カードに書き込んでしまったら記憶の改ざんが起きてしまうのです。記憶は偽り、歪み、変化が起きるものなのです。おい、この前貸した4万返せよ。え、借りたっけ？貸したぞ、忘れんじゃねえよ。ああごめんごめん、はい4万円。くくく、本当は2万円だったけどな。最後に認知心理学者のエリザベス・ロフタスがこんな言葉を言ってました。自分の記憶は作ることができる。作り直すこともできる。そしてそれはあなた以外の人にでもできる。あなたの記憶は大丈夫ですか？もしかしてあなたの記憶は誰かが